浅草ロックスは、ホテルニューオータニ特グループが経営している、東京都台東区浅草一丁目の浅草公園ロックに、ある、商業施設。当施設の敷地にはかつて、浅草小竹座、浅草小竹映画劇場、浅草小竹園芸場、浅草日本館、浅草時技、東京クラブ、浅草ロキシー映画劇場があった。 浅草公園ロックでの小畜の撤退と入れ替わりに、ロックスが拡大した形となった。なお、小畜と特グループの創業者は、同じ大谷製であるが、全くの無関係。複合商業施設として1986年に、開業。ロックス、ロックス 2G、ロックス 3G、ロックスドームの4つの館があり、医療品や書店、飲食店、食料品店、 ゲームセンター、温浴施設、フットサルコート、プールフィットネスクラブなどを構えている。本館であるロックスは国際通りに面しており、つくばエクスプレスの浅草駅と地下で直結している。開業当初は上層階にテレビ収録スタジオ、スタジオロックスがあり、レギュラー番組としては、ネルトンクレナイクジラ団や秘密の花園等、不定期の番組としては、天才。 たけしの元気が出るテレビ、等の収録にも使用されていたことがある。なお現在は、閉鎖、用途変更がされている。ロックス4階に、ウルトラマンクラブというアミューズメント施設があったが、2006年5月末を、もって、閉店となった。2014年4月29日に、腰高シアターのあった4階にレストランシアター、浅草ロック夢町劇場がオープンしたが2019年、 閉館した。2020年よりクラスし浅草ロックス店として営業開始した。ありがとうございます。